あ、ジムだ。あ、ここジムか。ジム来た。ローラースケートで駆け抜けるの最高だよねって持ってないの？あ、ちょ、欲しい。あ、する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 。よっしゃ。まあ、街中で戦っていいのか。RTA ってこれ私わかるね。確かに。岩の一貫性がやばい。ちょっとあれね、ジムリーダーのタイプはちなみにあんまり覚えてないので、ちょっとネタバレしない方向性で。ただ電気タイプのジムリーダーがいたことだけは覚えてるんで、そこまではいろいろ考えましょう。ここのジムリーダー誰？それ聞いちゃうの？ここのジムリーダーの名前聞いちゃう？え、ましてや。何？あれ聞いちゃう？タイプ聞いちゃう？ボスポケ聞いちゃう？まあ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 、そこはね。そこはね。そう、戦場カメラマン。渡部、陽一と申します。今回は、ポケモンバトルを、やっていきます。ふる。ふる。あ、渡辺か。あ、渡辺、陽一です。知ってる？あの、渡辺陽一って、あんな喋り方しなくても普通に喋れるらしいからね。あ。あ、ヘラクロスが進化する、マジ。ヘラクロス進化あの人まだ生きてんの？生きてると思うよ、多分。食いっぱぐれてなかったら。きたー、メガヘラだコーフライやったぜ。コーフライゲットしたぜ。強い。メガヘラは強い。よし。B コメ。B コメうざくはないぞ。そういう伝統だからな。ニコニコの伝統を楽しめ。ニコニコなんだから。楽しいだろう。みんなだって B を打つんだ。まあ、スマホだと B 打ちにくいかもしれないからな、逆に。これ右側ってなんだっけ ?22?22 番道路とか全然記憶ねえわ。ちょ、まあ、入ろう。ちょ、うざい。よし。さあ、行くぞ！白弾シティジム！あ、バタフリー、かわいい。糸がある。何この演出？こんな演出あったっけ？おーす、未来のチャンピオン！おー、初めてのジムチャレンジだな。ドキドキしてるか？ワクワクしてるか？なーに、大丈夫？君にはポケモンがいる。っていうか、勝負するのは君のポケモンだもんな。バーを調べれば、ジムリーダーたちのいる部屋と行き来できるぞ。おっと、その前にアドバイス。このポケモンのジムはみんな虫タイプのポケモン使い手ばかり。マジか。やばい、草タイプだからきちいわ。超きちいわ。右の道路でレベル上げできるのか？そうなのか。なんだっけ、これ。これ水滴辿ってくんだよね。だよね、確か。水滴辿ると、いけるみたいな、そういう話だった気がする。確かね。カモネギ無双しよう。まあ、カモネギ無双もいいですけど、いいですけど、とりあえずは、僕がなぜ、ここまでずっと、ヘラクロス君を主体で使ってたかっていう話ですよ。わかります？なんで、御三家じゃなくてこいつでずっとやってたかっていう話ですよ。わけがあるんですよ、それには。大事なわけが。結構覚えてる。ちょっと、痺れこないでよ。連敗。そういうことですよ。連敗強い。お前、5回やってるやつがいるかよ、マジ、おい。お前、最初のジムの一発目のトレーナーで連続パンチ5回当てるやつがいるかよ、お前。なあ。当てるなよ。死んじゃうかもしれないじゃん、だって。やばい、スキルリンクか、強。これ倒したで、多分。スキリンレディバ、オッケー。これさ、もうちょっと、もうあと2匹ぐらいかな。よし。モッティさん、X も初見ですって。X は初見です、はい。X は初見ですね。オッケー。あ、でも HP もだいぶ増えてきたね。あいつヘラか？虫タイプだから間違いじゃないかもね。
で左トレーナーいない？ちょっとこいつは戦いたい。トレーナーこんなもんしかいないんだっけ？でも3人か。これさ、ちなみにさ、水滴全部落とすと何かボーナスあるとかあったっけ？なんか特になかったっけ？あ、来た、コーフライ対面だ。やった。ピカチュウとEVどっち買う？俺は両方買うけど、みんなはな、どうする？みんなはどうする？みんなはどうする？あ、特にないか。どっち買う？ピカチュウとEV。みんなどっち買う？だからそれヘラクロス。じゃ、コーフライなんだよ。コーフライはコーフライなんだよ。ボール型のコントローラー、それはわかんない。ボール型のコントローラー買ってもいいけど。EV の方が多いのか。確かに EV の方が多そうだよね。ダッピダッピ！ダッピダッピずるいっぴ。硬い。倒せない。硬い。めっちゃ硬いんだけど。痛い。痛い、もう。ダリーダリー、ちょっと待って、こいつカモネギ使うわ。井上マー使うわ。井上マーでいきます。マゴティどうもこんばんは。タイハダリー。だるいんで、だるいんで突き倒すわ。どことなくね、顔も似てますからね。ツバメ、いいね。いいね、さすが飛行技。さすがマー。満を持してマーさん。一人でコントローラー二つ構えて捕まえる絵が見える。全力でやるべ。オッケー。お、ヘラ10になった。よし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 。オッケーオッケーオッケー。よーし。んで？あれ？ビビちゃんレベルいくつだっけ？ビビちゃんレベルいくつだっけ？12だっけ？12だっけ？15だっけ？12か。じゃあ進化しねえじゃん、ねえ。ねえ。こんだけずっと経験値振りまくってきたのに進化しないんだが。なんで？頑張ったのに。ねえ。進化しなかったんだけど。辛いんだが、それ。頑張ったのに。レベル上げに行く？いや、もうジム一回入っちゃったら出たくないんだよな。レベル1だけで進化するわけない。そうだけど。そうなんだけど、急所。Y から飴持参しよう。このためだけに。だからあれなんだよな。だから、あいつが物拾いで、飴持ってくりゃな。それでよかったのにな。いつはに。泣きたおこっていい。生放送全然見れないからアーカイブ勢になろうか検討中。アーカイブはアーカイブで見てください、ぜひ。風起こし強。アーカイブはアーカイブで見てほしいし、ライブはライブで見てほしい。まあ、モッティはそれだけね、ネタ提供してるんで、ぜひ、見てくれ。ぜひ見てくれ。どっちも。いっぱい動画も上げてるから。ちなみに、明日金曜日6月1日、予定では、なんか4本動画上げることになりそうなんで。違うわ違う、明日、あれやん、マリオテニスやん。マリオテニスのさ、あれじゃん。大会ってか、なんつったらいいの。そう。やるじゃん。ライブやるんで。生放送やるんで。あ、耐えた、やば。死ぬ。あー、ネギマーネギマーこれ、まずいか。まずいか、これ。ワンチャンまずい説ある。8時。18時じゃなかったっけ ?6 時じゃない？ちょっと申し訳ないけど、ちょっと早めにやろうかなって思ってるんで、いつもより。なんで、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと、明日のマリオテニスライブはちょっと早めにやる都合、もしかしたら見れない人いるかもしれないですけど、ちょっと許してください。18時だよね。18時ぴったりからやれたらいいなと思ってるんで、
YouTube ライブ、生放送の宣伝しとく、ぜひ、見てください。なんか、並べ替えが下にないのやだな、すごい。アーカイブ上がる、アーカイブ上がる、上がる。上がる、上がる。よし。このつべのアーカイブ民勘違いする。多分、ちなみに言うと、このつべのアーカイブ、この動画が上がる頃には、マリテンのあれ終わっちゃってるかもしれないんで、ちょっとそれは。行きましょう。やりますよ。じゃあ行きますよ。初のジム戦。初のジム戦行きますよ。勝負に挑むその表情、いいじゃない？いいじゃないの。初めてのジム戦？あ、ジム挑戦？いいんじゃない？いいんじゃないの？負けて悔しがるのも、勝った瞬間もどちらも、被写体として最高！いいじゃない、いいじゃないの！さーて、このビオラ、シャッターチャンスを狙うように、勝利を狙っていくんだから！パシャーン！来たー！ビオラパイセン！ビオラパイセン来ていらー！ XY で一番可愛いトレーナー、ビオラパイセン。来たぜ。可愛い。うまいこと言ってるつもり系、女子。意識は高い系だろうな。さあ、果たして、勝てるのか。転がるぜ。飴玉を起点に、転がりまくって勝つという、戦法だぜ。やってやるぜ。やってやるぜ。あわぁ。後ろのポケモンも全部一網打尽にしてやるぜ。何、S が下がる関係ねえ。命中率さえ下がらなければどうでもいい。いいぞ。さあ、どんどん当ててけ。スーもどんどん開けて、あ、水浸し、いいぞ。遊べ、遊べ。遊べ、遊べ。そいつ、冷凍ビーム持ってる。え、冷凍ビームとかハイドロポンプとか持ってる、マジ。マジ、強よ。転がるバグ、転がるバグ、マジ。いや、ミミキュ出てこないから大丈夫だよ。マスカヤ。ビビオン、うわ、そのまま突っ込め。岩4倍の、ビビオン、あー、来たー、まとわりつく。そんな技で倒せるとでも思ってんのか。ついよ。やれ、転がる、おらー、はい、つよー。ビビオン弱。ビビオン弱。噛みつく。一瞬で終わったんだけど、ビビオン。弱。こいつスーモじゃねえ。こいつスーモじゃねえ。こいつ全然終わった。今なんだ、最高、いいんじゃない、いいんじゃないの。終わった。あなたは、うん、あなたとあなたのハリマロンは最高のコンビね。グーの音も出ないだろ。ほら、これをどうぞ。やったー。やりました。見ましたが、これがジュニアの強さですよ。バグバッチ、ゲットだぜ。バグバッチがあれば、人との交換したポケモンでも30レベルまで言うことを聞く。そして技マシンはまとわりつく。ボフ使わないから。飛行技使わないとダメでしょ。ね。はい。ちなみに技マシンは、何度でも使えますからね。皆さん覚えておいてくださいね。まとわりつくもいっぱい使いますよ。はい。ありがとうございます。そう。いやー、技マシンいっぱいいくらでも使えるからね。これに重宝したトレーナーはいっぱいいるわけだ。イエーイ、オッケー。覚醒遺伝ですね、これはね。よしよし。よし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 。おお、バグバッチ、いいね、いいね。ポケモンセンターに行って回復。そして研究所、ミアレ研究所に行けと。オッケー。まとわりつくバルビードと当たった。まとわりつくイルミーゼとか結構、知ってる人は知ってるよね。なんだっけ、まとわりつくイルミーゼで、入れない。あの、なんか、めっちゃ相手の攻撃とか下げて、めっちゃ居座って相手を、こう、じりじり倒すみたいな。いるよな。早っ。22番道路でポケモン捕まえませんか？ああ、いいんじゃない？いいと思いますよ。今週金ネジキなし。いや、一応土曜日にやろうとは思ってますけど、まあ、マリオテニス次第かな。マリオテニスがめっちゃ楽しい、めっちゃもっとやりたい、見たいってなったら、マリテニやるかもしれないみたいな。そんな感じ。マリテニ次第。マリテニが、あ、いいやってなったら、いいかな、みたいな。どっちがいいかだよな。金ネジキって別にいつでもできるじゃん。マリテニのさ、あの、なんか、なんつうの、試験っていうか、なんつったらいいの。マリテニのさ、試写会っていうか、体験会か、は、
土日月、あ、違う、金土日しかできないじゃん。なんか、やっときたいっちゃやっときたいんだよな、正直。ちょっと、コーフライに経験値入れたいな。いいや。金ネジキでいいんじゃないの？いいんじゃないの？真似しなくていいですけど、そこ。あ、学習装置先にもらう。あ、それ、それ正解だわ。あ、古風来なの。え、コーフライじゃないの。え、え、コーフライじゃないの。この人だっけ、学習装置。え、ガチで知らなかったんだけど。ちょ、学習装置誰？誰か、この人か、この人か。あ、やった。ちょ、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。え、私パンチーと言います。ビオラの妹、ジャーナリスト、お近づきの印。やだ、ありがとう、ありがとう。ありがとう。マジか。古風来なのか。え、俺ずっとコーフライだと思ってたんだけど。え、絶対そういう人いるよね。え、何ここ、入れない別に。え、そうなんだ。あ、ビオラさんが妹。なんか座っちゃった。もうなんかグッダグダ。さすがモッティ、日本語が読めない。日本語を読むことより A ボタンを押すことの方が大事だ。あ、結構トレーナー多いね、ここね。マジか。嫁ポケ語んなや。嫁ポケはビビオンだから別に。古風来は別に嫁でもなんでもねえから。そこ大事だから。いいんだよ。嫁の子供の頃なんかどうだっていいんだよ。なあ。学習装置設定してません。オンだと思ってました。初期設定がオンだと思ってたんで、普通に突っ込んだらオンじゃなかったってパターンでした。残念でした。いいんだよ。どうでもいいんだよ。嫁の若い頃。嫁が若い頃遊んでたとしても最終的に自分のところに収まったってことはそういうことなんだよ。それでいいんだよ。あ、オンになってる？なってるか。なってるか。初期オンだよね。俺もなんか初期オンだった気するんだけど。敵地入った。あ、じゃあオンなのかね。そういうことだよ。完全に動揺してやがる。いや、動揺してないから。いや、真っ当だから。 OK。 いいね、レベルが上がっていくのはいいですね。もう勝手にこのレベルが上がっていくのが一番すげえ楽でいいわ。 OK。 よし、じゃあちょっと早く進化させちゃおう。とりあえずね、今ならまだネタって言える。いや、まあ、ネタだし。ネタだし。あ、モンボがある。なんだこれ。なんだお前ら。ちょ、さ、ローラースケートすごい動きづらい。やだ、動きにくい。ちょ、動きにくいんだけど、マジ。超動きにくいんだが。動きにくい。あ、リオルだ。外す。外す。リオルに通る技ないんで変えます。さあ、炎技とか欲しいんだが、噛みつくでしょ？まあでいいや。十字キーで歩けばいい。ローラースケートじゃないとでも遅いって言われるくない？そんなことない？別にいいの？別にいいならいいが。あ、鋼入ってないんだっけ、リオルって。あ、リオルって鋼入ってないのか。知らんかったわ。それも知らんかったわ。まあ、初見プレイだからな、XY。しゃあねえ。XY さ、初見プレイだからさ、そりゃ古風来知らないのもさ、しゃあないしさ、リオルに鋼が入ってないのも知らないのもしゃあないよ。しゃあないわ。初見プレイだ。初見プレイだもん。
初見プレイのやつにさ、もう何でもかんでもさ、要求するのはね、それはね、リスナーのエゴということが言えますからね。そりゃそうですよ。みんなそうだから、もう、一番最初からもうあれやれこれやれ、つって。スプラトゥーンとかでも一緒、すぐキルしろ、スペシャルを使え、サブ使え、ちゃんとヤグラ乗れ方向持て。そんなんね、一発から全部できるわけないんですよ。ポケモンだって一緒だからね。ポッポ、読める?ポッポー読めた。よし。ポッポぐらいはまあわかりますよ。いやまあ俺ポケモン合成だからさ、あれなんだよ。あの第4世代以降のポケモンわかんねえんだよ。ごめんな。リオルってあれなんでしょ?あの、ダイヤモンドパールのポケモンなんでしょ?ちょ、俺ポケモン合成だからちょっとわかんねえんだな。古風来もだってさ、第6世代のポケモンでしょ?わかんねえんだよ。ごめんごめんごめん。ポケモン合成だから。ごめんごめん。うん、すまんな。ちょ、ポケモン勢からしたら、なんかね、原作勢からしたらね、常識かもしれないんだけど、ちょ、ごめん、あの、ポケ合成だから。すまんな。うん、すまんな、うん。じゃあ、ビビオンもわからないんですよね。いや、ビビオンは知ってるよ。あれでしょ?柄が地域によって変わる蝶々ポケモンでしょ?そんぐらい知ってるわ。バカにしすぎだわ、マジで。クレセドラン、あ、知ってるよ。モッティとかいいやつが使う、そいつら使ってレート2000いったやつでしょ?すげえ強いポケモンでしょ?知ってるわ、そんなの。知ってるわ。XY の動画上げてるやん。俺 XY の動画って上げてたっけ?上げてなくない?上げてる?わかんないけど。わかんないですけど。お前誰だよ。いや、僕はモッティですよ。なんだ。いや、あのね、だから知識としてわかるところとわかんないところがあるの。わかるでしょ?みんなだってあれでしょ?みんなだってさ、昔のマリオとか知らないでしょ?昔のマリオ知らないけど今のマリオは知ってるみたいなあるじゃん。それをさ、なんかにわか呼ばりするとさ、あれじゃん?あの若い子たちがさ、昔のマリオやらなくなるから、我々おじさんたちはね、あ、そうなんだ、じゃあぜひね、昔のマリオもさ、せっかくだからこの機会にやってよって言うんだよ。そこの懐の違い、君たちと僕の。ね?もうさ、君たちはさ、すぐ知らないことがあったら、すぐにわかつってさ、で人のことをさ、マウント取ってさ、上からタコ殴りにするじゃん。そういうのは良くないから。よくないから。裾野を広げていく意味でよくないから。初心者のためにもなんないし。そういうことだよ。そういうことだよ。コメント全然読まなくなってくさ。あんだよ、あんのかよ。やんのかよ、マウント合戦やるか?おわ?やるか?マウント合戦やるか?いや、ポケモンやってんだよ、こっちは、楽しく。マウント合戦やるか?マウント合戦の時間だ。もう年齢が上がっただけでマウント取れちまうんだぜ。そうだよ。まあそうね。まあ正直君たちはさ、まあ言うてまだ学生とかでしょ。大学生とか高校生とかでしょ。ね。やっぱね、ちょっとまあ大人になってからね、ちょっとまあ、僕の気持ちもわかるようになるから、したら。まあ、年取ってみな。あと10年ぐらい年取ったらね、僕の気持ちもわかるようになるし。まあこう、ゲーム初心者の人たちの気持ちわかるようになるから、ね。まあ大人になってからね。マウント取るなら取りな。うん、大人もそこそこおるやろ。半分ぐらい大人やろな。なんだったら1割ぐらい俺より上やろな。ニコ生やし。1割ぐらい俺より上やろ。うん、社会人8年目や、上やろな。せやろな。これだから老害は、来たよ。そんなこと言ってる場合、間に来ましたよ。来ましたよ。古風来進化ー古風来進化ー来たー沖縄のまんまだったー沖縄のまんまだったぜービビオンやったぜ。さすがスコール柄。さすがスコール柄ですよ。スコール柄の強さたるやですよね。4目ポケ来たメガメガヘラクロス。やったぜ。オッケー。あ、降りちゃった。降りちゃったんだけど、右行きたかったのに。インドさんだー
やっぱな、やっぱビビオンはこの側に限りますよね。限りますよね。ちょっとぐるっと回って、この右行けないんだっけ？まだ行けるよね、もうちょっと。あ、なんだっけ俺この先全然覚えてないんだけど。あ？あ！あ！あ！よいしょ。ちょっと待って。はい。あ、ここそうか、チャンピオンロードか。あ、ここチャンピオンロードか。なるほど。どこ行くんだ？いいかい？チャレンジは大事だよ。だけど、あんたたちがこの先に挑むのはまだ早いのさ。へぇー。へぇー。そうだ。そういえばこんなとこあったね。あ、ちょっと待って。下に行きたかったのになぁ。ごめんなさいね。すいませんね。これなんだっけ？二重に入れるといいんだっけ？二重に入れると出してできるんだ。そうそうそうだ。右の道路で攻撃力の努力値振ってた。XY のさ、努力値ぶりとかどこでやってたかとかも覚えてないんだが。あ、ビビちゃん来た。かわいい。虫の抵抗。あ、フェアリーだから、あれだわ。体当たりでいいわ。いやー、ビビちゃんだわ。あー、ビビオンだわ。群れバトル？群れバトル？あ、群れバトルあったね。あ、スパトレ、そうだ、スパトレもやってたな。え、スパトレはなんかあれだよね、確か。波数を打つんだよね。だよね、確か。熱つく来た。よーしよしよしよし。オーケー。ビビオンの柄って何種類あるの？ 18 種類ぐらいじゃない？確か。確か。とりあえずビビオンに進化したから俺は満足だから。次。次こうだな。ネギマだな。スパトレで、16番道路の打つと。あ、こんだけなんだ。群れバトルは DS がめっちゃ重くなる。そう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 。結構ね、負荷かかるよね。XY ってなんか、XY とオーラスってめっちゃ負荷かかるイメージあるわ。ニコノは初見です。ワコツ、どうもこんばんは。群れバトルはサファリズ、フレンドサファリ以外で唯一夢特性が出る。そう、なんかだからめっちゃやった。なんかね、あいつなんだっけ、オンバーンの夢特性を厳選するために、めっちゃやったわ。覚えてるわ。オッケー。まだいける、もうちょっといけるな。じゃ、とりあえず、先行きます。花畑。なんだっけなぁ。これ、十字キーで移動すんの大変。今来たばこってどうもこんばんは。6体でやっと処理落ちなのに4体で格格の SM とは。トレーナー出しちゃったからな。トレーナー含めて6体みたいなもんだからな。オッケー。スパボー。ラウトス捕まえた。ここなんか出なかったっけ？ここあれだっけ？フラベベだっけ？フラベベフラベベいる？ラルトス？ラルトスいる？どうしようかな。初見こんばんは。久しみこんばんは。もう2時間。いや、まあ言うて最初の30分厳選してたからまだ1時間半ぐらいですよ。意外とまだ時間経ってないっていう。死ぬかこれ。ラルトスもいらない、フラベベもいらない。三つ集め。あ、そっか、まだ炎タイプ入ってねえのかこいつ。手元に攻略あるけど見る？なんかさ、面白そうなポケモンいたら教えてよ、ちょっと攻略本ぜ。なんか、あ、こいつなんかどうみたいな。こいつ冒険に入れたら、ストーリーに入れたら楽しいんじゃねえみたいな。うん。ニーフィアにするからフラベベいらない。EV ってどこ？もう EV、この XY の EV とか全然覚えてないんだけど。EV どこ？あ、そう、だからゴロンダとか結構いいじゃん。電気も欲しい。イブレベル20ぐらい？そんな先か。カビゴン超えたあたり？え、そんな先か。あ、違う、ちょっと通れないんだけど、は？は？ピカ様。ピカ様はもう通り過ぎた。どっち？こっち。
石体の前。石体ってどこだっけ？マジさ、XY の街の名前全部言える人いない説、提唱していい？いないでしょ。XY のさ、街の名前空で全部言える人いないでしょ。言えないよね。絶対言えないんだよ。XY はもう、石体ってどこだっけってみんな思ってるよ、今。俺も思ってるし、石体ってどこだ。いや、XY の街はほんとわかんないよね、マジで。マイチェンも出てないし、XY 自体が1年しかなかったし、なんかポケモン育てたら気づいたらオーラス発売されて、オーラスの方がめっちゃ有能みたいな話になってそれで終わっちゃったし、ミアレしかわかんない。ミアレしかわかんないよな。マジでミアレしかわかんない。ワコッティ昼寝から目覚めたらこんな時間に。おいニートかよ。おいニート働けよ。おい普通の平日やぞ今日。なんで昼寝する時間あんだよ。羨ましいだろ。俺にも分けてくれ、分けてくれ。俺も昼寝したい。あし、はぁー、お前、有効休止、はぁー、マジ、はぁー。ま、怒りの鉄槌。まあ、パイセンの怒りの鉄槌が下りますよ、マジで。XY が一番好き。XY 楽しいのにもったいない。いや、XY ほんとなんかあっという間に終わっちゃったよね、XY。いや、影薄いよ。アニメはさ、だってどう考えても XY が一番面白いじゃん。XY はそれなのにさ、でもね、ゲームの XY はほんとなんか一瞬で終わっちゃったからね。Z 出なかったのがマジで許せん。ね。まあ、エンディングのネタバレになるから言わないけど、Z 出て叱るべきだよね。うん、バイト遅れました、ワコツ、こんばんは。ほんとそれは思うわ。着せ替えは確かに X が最強なんだよな。ダントツで。アニメと着せ替えと、XY の世界観も結構好きだけどね。こっちじゃない、こっち。待てルパーン、よし、オッケー。バトルシャトーあったね。バトルシャトーめっちゃやったわ。めっちゃ金稼ぎまくったわ、ひたすら。結局多分、一番余ってるな、未だに。なんかもうちょっとな、なんかな。正当な進化。金稼ぎと多分値狩り？ XY のレベ上げってさ、なんだったっけ？ XY のレベ上げってどこ？あ、違う、あ、あれ、え？ XY のレベ上げってあいつじゃなかった？レストランの、レストランだよね、レストランだよね。レストランの、あいつ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。本日でいよいよポケモン GO ラティオスが最終日です。これでラティアス、ラティオスが出揃ったんで、あさってからはいよいよレジ系3体の登場なんかですかね。かなり空気が重々しくなりそうな感じがして、若干嫌なんですけど、まあ頑張りましょう。はい。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。